舞台は2019年のボストン。FBI 捜査官であるアリアが過去の連続殺人事件を調査するところから物語が幕を開ける。やがて調査の舞台は14年前のニューオーリンズへと遡る。この世界の主人公は FBI 捜査官ヨーク。過去と現在を行き来することで明かされる真実、因縁の事件に秘められた謎がアリアやヨークを狂気へと巻き込んでいく。デッドリープリモニション2は2020年発売。さらに前作レッドシーズプロファイルがデッドリープリモニションオリジンズとして任天堂スイッチで復活。このダイレクト終了後に配信開始。